いやースター神宮来ましたけど、雨ですけど、これどこだ今。なんか宮城市民の店ないなかったっけ。あったな、ね、まだあるんかな。あ、あるな、はい、あ、スター神宮会館あるから。あ、優しい森には神話が生きてる。なんで朝神宮取らなあかんねん。初詣だろ。初詣俺嫌いなんだって俺。俺初詣行ったとしろくなことねえもん。いつも俺その墓参りは好きなのに初詣ダメ。じゃあ墓参りは自分のご先祖様やん。そんな神様でいいやん。誰の神様やん。宇崎竜斗か。竜斗なんか本日は神宮前の駅ですねにある、神宮商事っていうのこれ神宮小道に来ました。まあ、熱田神宮の帰りに寄ったっていう感じですけどね。ちょっと一回通り抜けてみましょうか。ここ200万円コーヒー200万円か。さあお前コーヒーだったもんな、もともと。ああ、すごいね。いやー、いいね、これ臨時休業。いいね、これこういうの。あ、こっちから行けるか。あ、便所もあるか、便所。あ、便所ここでよかったか。じゃあ、神宮工事のトイレで。よし。はい、ここが神宮工事のお手洗いになります。思ったより綺麗ですね。うん。はい、はい、トイレを出ました。昭和って言っても昭和初期だね、これ。どう見ても。いやいやいや。中華料理屋さんが開いてた。開いてた？うん。あー、いいじゃん。円楽。うまそうやね、これな。こういうとこ意外と美味しそうですね。マジで。あ、あの人や。すみません。うん、ほんとだ、照らします、ほんとだ。すごいじゃん。ほんとだ。ねえ、ねえ、あれ通りがなんかいいね。なんかいい ね、こういう感じが。あれもうまそうだな、ね、食べてきゃ。うん、マジだって。うん、でもマジうまそうな。いや、準備中だよ。居酒屋にしか何回ね、いろいろ店あるやん。ここまあ昔の大衆居酒屋だよな、うん、スナック。ああ、昔ここに車止めて捕まえたことあるわ。いや、ここは会社近かったんだよ、ここ昔。何の会社？風俗の。ここに車止めてね、チェーンかけられた。マジか。マジマジ。ガチだから。ガチだよ。ここはなんだ？あ、もうやってるんだね。おしゃれ、おしゃれ。やるぞ。じゃなくてやるじゃない。次バイクが。ハンターカブ？いいね。これね、あの。あれ、ここ喫茶店じゃない、普通の喫茶店ではないでしょ。ほら、これドリンクとかサンドイッチから。だって時間制じゃない、これ。なんだろうね、結構趣があるね。あれ、いや、でもすごいな、本当に。廃墟だね。うわ、すごい。うわー、すごい。中に入りたくないね、これは。やばい、いろいろあるな。ここか。ちょっと行ってみるか。
抜けれるか。すごいすごいすごい。店あるんだ。あるんだね。すごくね、ここ。やったいすごいや。すげえな、これ。所有者が不明なんだ、これ。マジか。全部貼ってあるもんね。住んでる人もいるんだね。ね、死んでる。みんな所有者不明なのよ。そうだね。こういうところで店やったらどうなんだろう。だから権利者がおらんもんで動かせんの。そういうことはできんし。厄介やな。へ、うん、すごいね。こういうこういうところがあるんだね。こういうところが。この駅前でね。全部所有者がいない。全部。全部一等地だよな。うん。これね。もしね、見つかったらね、この園さんに電話してあげてください。園さん。お前は代わりに住んでないよ。ん？代わりに住んでないよ。まあいいよ。結構立地条件もいいからな。ね、駅前で。うん。住めばいいから。住めばいいやろ。簡単に言うな。住めるようにしてくれよなら。不法侵入だよ。でもなんか中にいろいろありそうだよね。生活用具。いや、こういう、この2階とかいいね。いや昭和だな、昭和って感じする。ね、壊れそうよね。絶対割れるのかな、木。ボキボキってるな、ね、これの。こんな表通りか。わからんのあるね。ここまだ風俗やっとんだね。ここは離婚した方、いいね、リアルだね。すごい。これお前にぴったしやん、これ。女子だろ、これ。男はいかんだ。男女か、男女間でどっちもいいんだろ。お前と俺近いもんあるぞ、これ。ぴったりだろ。なあ。寮今のとこだろう。うん。いや、昔ここはね、いろいろあったんだよ、ここ。あ、確かここ、しかったのにね、ここ確かシャライン級とかあったんだよ。ああ、あったな。うん、おっ。にぎやかだったね、何かすると。うわぁ、懐かしいレコード屋さんだ。本屋さんだ。いいな、こういうのね。まだ楽しいけどね。ちょっと履いてみたいな。いやー、今日も段階始めやな、終わったで。あー、もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いしますわ。頼むわ。